第3位にランクインしたのは渡辺通りに誕生した焼肉甲子。カウンター6席のみという店内では取り外しできる仕切りがあり、一人でも気兼ねなく入れる工夫がされています。こちらでいただけるのが特徴的なメニューの数々。一人でもいろいろ注文できるよう一皿にお肉1枚で提供されます。いつも食べてるタンと全然違います。また昆布の香りがほのかにして、それもまたアクセントになって本当美味しい。こんなタンあるんですね。こだわりの焼肉が堪能できる焼肉甲子。締めには炭火で焼く石焼きビビンバもおすすめですよ。第2位にランクインしたのは今泉のインテリアショップトニール。シャビーシックな家具やインテリアを揃える人気店がフラワーショップをオープンしました。わー素敵。こういった鮮やかなカラーだけじゃなくって淡いカラーも揃えてあって、お店の世界観とマッチしてて、すっごい素敵です。お花のいい香りがします。店内ではドライフラワーやプリザーブドフラワーによる手作りのリースやスワッグなどの壁飾りも販売。もちろんオーダーも可能ですよ。今週第1位に輝いた注目のスポットがこちら。今年5月に西中洲に誕生したカフェ&フォーゴン。ゴンはベトナム料理のフォーを主役にしたカフェダイニング。前菜ドリンクのついた人気のランチセットはメインの具材を鶏肉と牛肉から選ぶことができます。見てください、見た目はヘルシーなんですけど、この牛肉がすっごい分厚くて贅沢に使われてます。もう柔らかくてとってもジューシーです。フォーがすっごいさっぱりしてるんですけど、この牛骨のスープがしっかり絡んでて本当美味しいです。現在は夏季限定でベトナム風冷麺も提供中というゴン。一度食べたら病みつきになること間違いなしです。